皆さんこんにちは、小場翔です。田村です。はい、今回のテーマなんですけども、今年の中学受験もサピックス一人勝ち、名門校が進学塾の顔色を伺う逆転現象が発生ということでございます。はい、ヤフーニュースの記事のリンクを概要欄に貼っておきます。はい、はい、まず記事を読んでいきたいと思います。今年の中学受験もサピックスの一人勝ち、このような状況は当面続きそうと話すのは、長年受験業界を見てきた学習塾の経営者。今年の開成中学合格者419人のうち、サピックス出身者は274名、占有率が 65.4% ですね。うん、はい、麻布中学は365人中197人、占有率が 54%、筑波大学附属駒場中学、まあ、いわゆる筑駒ですね、筑駒は128人中81人、63.3% だったということですね。高いですね。うんうん、首都圏の難関中高一貫校はサピックスが制圧していると言っても過言ではない。うん、まあ、制圧ってことちょっとまあ怖いけどね。まあ制圧してるとね。はい、でここに来なければ難関校には合格できないというイメージが出来上がり、より優秀な生徒が集まる好循環を生み出している合格者は進学塾にとって最大のアピールポイントなのです。ね、さっきの受験者の方がおっしゃっているそうです。なるほど、東大受験における、まあ、鉄六冠みたいになってるってことですかね。まあそうなんですかね。でもそれ以上じゃない？うん、それ以上ですかね。ね、それ以上の知名度でしょう。うん、サピックスはね。はいはい、そうですね。他の四大進学塾の開成中合格者を見ると、早稲田アカデミー124人、四谷大塚121人、日能研48人とかなり健闘しているように映る。これにサピックスの合格者を合わせると567人、開成の実際の合格者数をはるかにオーバーしていると。早稲田アカデミーと四谷大塚は提携していて、どちらも同じ合格者をカウントしているケースが多いと四谷大塚の元スタッフは語る。まあ確かに似てますもんね、数字。そうですね。124、121ね。確かに。うん。ここに四大進学塾以外の数字も加えると、中学校によっては実際の合格者数の2倍を超えていることは珍しくない。うん、公益社団法人の全国学習塾協会は、受験直前の半年のうち、継続して3ヶ月以上在籍している生徒を合格者としてカウントできる条件としていると。うん、守らない場合は消費者庁から改善命令が出ることになっているんだが、それでもルールを破る塾が少なくないという。うん、ここ。超重要チェックポイントです。後で話します。はい。はい、一方、サピックスの関係者は、合格者にはテスト生や各種講習生は含めず、厳密に計算していると強調。それだけに発表するデータへの信頼も厚く、中学受験トップの地位をより確固たるものにしている。うん、学校サイドもサピックスの存在は無視できなくなっている。うん、90年代後半ぐらいから進学塾の動向に影響される部分が大きくなってきた。正義が変わる頃からサピックスが台頭、不本意ながらこことの交流は優秀な生徒集めに必須となってきていると、こう話すのは麻布の元教師ね。うん、進学塾がどこをターゲットにするかによって名門校の人気も左右する時代になってきたのだと。ほう、かつては情報が欲しい塾の側が学校に頭を下げる構図だったが、今ではそれが完全に逆転している。うん、うん、進学塾が講演するイベントに呼ばれれば、各校の校長も積極的に顔を出すようになったと。うん、サピックスが毎年発行する中学受験ガイドには、開成や麻布など首都圏の難関私立中高一貫校の大半が広告、1ページ B5 番らしいんですけど、大半の学校が広告を出稿していると。名門校が進学塾の顔色を伺うというのは本末転倒の気もするが、少子化の時代に生き残るために学校側も必死にならざるを得ないのは現実なのであるということでございます。なるほど。ちょっとね、2つね、言及したい点があります。まあ、はい、サピックスが受かってるよって話はまあ置いときましょう。皆さんも知ってるしね。うん、で1個はね、全国学習塾協会の件なんですよ。はいはいはい。うん、これですね、うん、まず全国学習塾協会っていうとなんかすげえ協会に見えるじゃないですか。確かにそうですね。はい、まあ、確かにあのすごいんですけど、うん、例えばうち入ってないっす。うん、はい、入ってないっす。あ、うち、はい、キャスターです。入ってません。入ってない。はい、指令の塾も入ってません。はい、はい、皆さんが多分 YouTube で見てるような僕のね、知り合いの YouTuber さん、みんな入ってません。あ、そうなんですね。はい、入ってません、誰も。うん、はい、どういうことかというと、はい、まあ、任意の団体なんですね。あ、はいはいはい、なので全国学習塾協会に入っている塾に関しては、うん、こういうルールで合格者を掲載しましょうねというのを自分たちの紳士協定としてやってるわけです。なるほど。はい、うん、なのにその全国学習塾協会が出てる指針だからといって、すべての塾がその基準に乗っ取らないといけないみたいな勘違いをしてる人がいて、うんうん、それは間違っています、うんうん、はい。明らかに間違っています。なぜなら、その協会は別に、まあ、公益社団法人とかって書いてあったからね、はい、なんかその、ジェネラルなものに聞こえるんだけど、全く別にパブリックなものではないし、うんうん、はい、別に彼らが何かを決めているというものはありません。なるほど。はい、ただ、
大物の塾が集まっている一個の業界組織というかね、うん、団体みたいなものなので、はい、まあ、ある程度その大きなところはそこに入ってですね、うん、はい、そういったみんなで紳士協定やっていこうねということ自体は僕は反対はしていません、はいはい、ただ例えばうちみたいな塾って、うん、この基準無理なんですよ、うん、なるほど、全国学習塾協会が出している基準って、はいはいはい、例えばね、まあ、今回その入試直前の6ヶ月のうち3ヶ月在籍しているっていうことも書いてあったんですけども、うん、はいはい、ただ他にもいろいろ条件あるんですよ、うんうん、はい、まあ、最新のもの知らないですけどね、うん、で以前あったのは、はい、その過去直近半年かなんかで何回以上の授業を受けてる人ってあるんですよ。あ、はいはいはい、でもそれって一般的な塾の基準だから、うん、集団授業で毎週何校もやることが前提になってるわけですよ。あ、なるほどですね。そうだけど、うん、うちとかって週に1回 の、 そのアドバイスとか指導ってするわけじゃないですか、はいはい、そうですね、ということは、はい、僕らの場合週に1時間なんで月に4時間しか指導自体はしてない可能性もあるわけじゃん。あ、全然ありますね、はい、そう、例えばじゃあそれ半年間やられてもなんと24時間とか、うん、まあ、週に5日の時があっても25時間6時間なわけですよ、うん、確かにそうですね、そう、はい、で集団塾みたいに大量の講習も取らせないんでね、はいはいはい、そうっていう風になると適合しなかったりするわけですよ。普通に通ってくれてるのに、あ、なるほど、普通に頑張って週に1回来て、うわーって頑張って宿題やってみたいな、はいはい、で成績も伸びて受かるって子も、あ、これの基準だとこの子適用外だねになるわけですよ。合格者として並べられない、そうそう、並べられないってなっちゃう。ちょっと理不尽、ね、そう、理不尽なんですよ、はい、で別にこれはねしょうがないんですよ。だって、うん、その大きな塾っていうのは基本的に歴史的には集団塾だったわけで、まあ、そうですね、 その集団塾の基準としてこういうふうにやりましょうねって決めてるのは別に問題ないです。確かに悪くないです、うん、はい、だけどそれはその入っている団体というか、その団体に入っている塾が守ればいいものであって、はいはいはい、僕ら新しいやり方してるんでね。そうですね。そう、だそこを一緒にしないでねって思う。戦ってる種目が違いますね。あ、そう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 。うん、だから、うん、その学習塾協会は別に悪いなんて1ミリも思ってないですよ、うんうん。だけど、たまにいるのは学習塾協会がこういう基準だから、小林さんのところはどうやってやってるんですかって言った時に、はいはい、いや一切守ってないですと、はいはいはい、でうちの基準はうちの基準でちゃんとホームページに明確に書いてあるし、うん、一切嘘つかず出してますと。だけど学習塾協会の記念早期はありませんって言うと、なんかそうなんですねみたいな感じで受けるんですけど、それは僕は間違ってないと思ってます、はいはいはい、あとやり方が違うんだもん。そうですね、うん、そう、だけど一個言うとね、はい、学習塾協会に入っているんだったら逆に言うと守るべきですよね、うん、このルールは。確かにそうですね、団体に入ってるんだったらってことですよね。なのに守ってない塾もあるんですよ、うん、それはそっちで問題ですね。そうそう、それは問題だよね、うん、だそれだから学習塾協会は悪くないし、うん、入っている他のね塾さんは全く悪くない、うん、で入らないで独自の基準でやっている、その代わりちゃんとね独自の基準なら基準をしっかり守って嘘つかないでやってる塾さんも問題ないですよね。そうですね、問題あるのは学習塾業界に入っているにもかかわらず基準を満たさないとか、うん、学習塾業界に入っていないことをいいことに嘘つきまくってる塾ですよね、はいはいはい、この2つが悪いわけです。確かにそうですね。 だそれは皆さんも頭の片隅にぜひ入れておいてください。なるほど、はい、うん、学習塾業界に入ってないから危ないとかそういうことは全くないです、うん、はい、だとしたら僕の試練塾全部危ないです、うん、はい、まあまあ危ないって言われたらそうなのかもしれんけどさ、はいはい、でもね実際に行ってみるですよ。学習塾業界のホームページに行くと名簿とかもあるんで全部見たらいいです、うん、特に保護者の方とか不安だったらね、はいはい、どんな塾が入っているんだろうっていうのを見ると、まあ、いろいろ実態が、ね、見えてくるんじゃないかなと思います、はいはい、すいませんシャックル出ましたけど、はいはい、でもう一個ですね、うん、その学校が塾に、まあ、おもねるというか配慮するようになってきているということなんですけども、はいはいはい、まあ、これに関してはね難しい時代になりましたね。難しい時代、うん、だって今までは本当に書いてある通り、うん、情報が欲しかったから、はいはい、塾側がね学校さんお願いしますよってね、うん、言ってたんだけど逆に塾が力を持つようになっちゃって、うん、ね、うちのことちょっと押してもらえたら、ね、受験者が増えて嬉しいみたいになってくるわけじゃないですか、はいはい、でこれって僕下手すると大学受験でも起きてるんじゃないかなって、はい、あ、大学受験でもなんか起きそうな気がしますね。そう、例えば、まあ、うん、うちなんかはさ生徒数少ないからね、うん、そんなこと起きないんだけど例えばさ分かんないけど河合塾さんとかがそういうね、はいはい、あの力を握り出して、はいはい、ね、河合塾の中では例えば X 大学を押していくぞみたいになったら受験生めっちゃ増える可能性あるじゃん。増えると思いますね、はいはい、そうそうそう、でそうなると塾側もいや河合塾さんのためにちょっと河合塾さんが出す、ね、雑誌とかがあればちょっと広告どんどん出そうみたいなのとかあったりしてもおかしくないよね、はい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 、ちょっと裏で絡んじゃうみたいな感じですよね。確かにおかしくないですね。だそういうのは僕はなんかやっぱ良くないなって思う、うん、まず少子化の時代でどこの、まあ、中学だったり、まあ、大学だったりとかやっぱ人を確保する生徒数を確保するのにやっぱ必死ですからね、うん、そう、うん、だからその大学として集めるだけのためのなんか行動みたいなことになっちゃうのは僕は良くないなと思うよね。そうですね、まあ、そもそもねまたこれ本末転倒なんですけどね、はい、まあ、大学が多すぎるんですよ。あ、まあまあそうですね、うん、そうですね、多すぎる本当に、うん、だそこはねもっとね大学減っていいと思うし、特にね地方の大学でね、うん、もう定員割れしててもうそのよくわからないね、うん、本当に来たいのかどうかもわからない外国人をなんか半分騙す形で入学させないと成り立ってない学校とかは、うん、僕は
は申し訳ないけどもう潰れていいんじゃないってふうに思っちゃいますね。そうですね、はっきり言ってね、うん、でその分だからですね、いや そういうこと言うとね、その研究者の雇用を維持するんだとか言うけど、はい、だからその補助金、そういうねよくわからないところに出している補助金を例えば優秀な大学に回して、はいはい、そこで採用してもらった方がいいじゃん、研究者の人も、ね、環境もいいだろうし学生も優秀だろうしさ、うん、そうですね、うん、その方がいいでしょ。だから同じ雇うんだとしたらさ、もっといい環境で雇ってあげればいいじゃん、うんうん、その生徒がほとんどいないしさ、勉強する気がある子がいるんだかいないんだか分かんない環境よりはさ、うん、もっといい大学とかに補助金回してその分の雇用を生んだりとかした方が絶対いいって、うん、まあ、というふうに僕は思いました。はい、というわけでね、まあ、ちょっとね今日は厳しい話ばっかりでしたけども、どうですか田村さん。そうですね、はい、やっぱりここは抜本的に改革していく必要があるかなって。やっぱ少子化っていうのは避けられないじゃないですか、うん、で生徒数も今後減っていくっていうのは避けられない状態 でそれでも大学が増えてるって、やっぱそれはなんか自然の摂理に反してるというか、そうだ、ね、ところがあるところなので、そこを少子化は今後やっぱ免れないので、そこを理解した上で、うん、じゃあどう対策していくのかっていうふうに、うん、まあ、ちょっと上の方、まあ、うん、政府の方とか、上の方って何に政府の人ちょっと動いてもらえるといいのかなと思って、ね、まあ、政府というかね、まあ、官僚なのか分からないよね、はい、まあ、頑張っていきたいと思います、はいはい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。